はい、こんにちは。今日はいつもと違う話です。いつもはね、心理学とかストレスとか、それからコーチングっていう、この3つを主軸にお話をしたりしてるんですけど、今日は年末に差し掛かってきたっていうところもあって、なんかたまには違う話もできないかなと思って、でいつもは学術的な話ばっかりをしてるんで、今日はちょっとエンターテイメント的なところで、去年の4月の1日から4月の7日まで僕ロスに行ってきましたって、アメリカのロスに行ってきましたっていう話を何度かさせてもらってるんですけど、じゃあ具体的にロス行ってどんなことしてきたのっていうことをまだ話したことなかったなって、 NBA 見ましたとか、ユニバーサルスタジオハリウッド行きましたとかってことを言ってるんですけど、まあこの動画を見てロスアンゼルス行ってみたいなっていうことに興味を持っている方に、当時の僕が体験したこととか、こんなところが楽しかったよとか、こんなこと注意した方がいいよっていうこととかがいっぱいありますんで、それを、まあ、7日間行ってきたんで、1日1本の動画にして今日お話ししていけたらなっていうふうに思ってます。この動画見て、まあ、ちょっと編集をどうするかっていうのはわからないですけど、写真とかもところどころ貼っていこうかなっていうふうに思ってるんで、まあ、写真も見ながらちょっと興味持ったら、今コロナ禍なんでなかなかね、海外に行くっていうのは難しい時期かもしれないですけど、それが落ち着いてお金も時間もあるなっていうことだったら、ぜひそこに行ってもらったり、そのお金と時間確保するのが難しかったりするんですけどね。僕はたまたま、まあ、転職の時期で、ちょうど前の仕事と今の仕事の間にちょっと時間があったんで、で次の仕事が決まってたから、1週間ちょっと行ってくるわって今の嫁にごめんなさいって言いながら、こうスーって、あの当時は彼女だったんですけどね、で1週間行ってきたっていうことがあったりしたんですけど、いいタイミングが皆さんのものにもあったりあって、でかつ海外どこに行こうかなっていう風に思ってて、ロサンゼルスってどんなのかなと思って、この動画見て、あ、ロサンゼルス行ってみたいなって、この7本、多分6本か7本の動画になると思うんですけど、6本か7本の動画見て、あ、ロサンゼルス楽しそうだな、ちょっと行ってみようかなって思ったら、僕にとってはこの上ない喜びかなと思いますんで、ぜひこの動画見てロサンゼルスの興味持っていただいて、そしてアメリカに旅立ってみてくださいということで紹介をしていくと思います。紹介していこうというか、まあ、単単に自分が経験した話を淡々と喋っていくだけなんですけどね。まあそもそもなんでロサンゼルス行こうかなと思ったのが、4月の1日に向こうに着いたんですけど、4月の4日にロサンゼルスレイカーズと、ゴールデンステートウォリアーズっていう NBA の試合があるっていう、たまたまなんですよこれも。でもたまたまあって、でそれを知ったのが3月の29日、って感じなんですよね。3月の29日に、あ、4月の4日にウォリアーズがいる、ウォリアーズがレイカーズと勝負するって。で僕はステフィン・カリー、スリーポイントシューターなんでね、ステフィン・カリーが生で見れるチャンスがあると思って、で3月の30日にエクスペディアで航空券と、それからホテルだけ買って、であとスタッドハブっていうところで NBA のチケットを買って、でもう行くって決めたんですよ。でそれが3月の30日にもうまとめて、それも夜の19時とか20時くらいに全部買ったんですよ。次の日からの旅立ちのチケットっていうのを買うっていうのは、ね、これもバカな話だと思うんですよね。もっと余裕を持って2ヶ月前とか3ヶ月前とかに計画立てときよってなったんですけど、3月の終わりくらいに面接が終わって、で合格しましたよって、あなたあの4月の何日から来てくださいねって言われたんで、ああ、それまでの期間何かできると思って、あ、じゃあ3月の29日に、あ、なんか NBA なんかいい試合ないかなと思ってた時に、ウォリアーズとレイカーズの試合見つけて、よし行こうって決めたのが3月30日で、2日後に旅立ち。ところが皆さん、これアメリカに行く時に注意してほしいんですけど、ビザの代わりにエスタっていうのを申し込まなくちゃいけないんですね。でエスタの期限っていうのが2年で切れるそうなんですよ。で2016年に卒業旅行で今の嫁さんとハワイに行ったんですけど、16年なんで2年で切れるから、18年で切れてる、19年にはもうない、しまった、エスタ申し込んでないってなったんですよ。でエスタって最大3日くらいかかるらしいんですよ。でそれを申し込んだのが4月の1日の17時頃の飛行機で旅立たなくちゃいけないのに、申し込んだのが3月31日、もっと言うと4月1日の夜中の2時これ降りなかったら飛び立てないわけなんですよ。てか飛び立てるけど、着いたとしても入国させてもらえない可能性があったわけなんですよ。やばいってなって急いで申し込んで、パスポートの写真とかをこうウェブサイトとかに上げて、でエスタを申し込んで、でとりあえずでももうここでジタバタしても仕方ないと思って、でとりあえず当日は成田空港からアメリカのロサンゼルス空港まで飛ぶ便だったんで、とりあえず6時くらいに起きて7時くらいに出発して、で向こうに新幹線、新大阪から東京駅まで行って、でそこから成田エクスペルスってやつですかね、で成田空港まで行くっていうのは、まあ、4時間くらいの行程だったんで、ちょっと余裕を持って13時14時くらいに着くような便で行こうと思ってたんで、まあ、7時とか8時くらいに家を出たっていうわけなんですよ。で朝起きたのが6時くらいだったんですけど、まあ、4時間しか、もうドキドキだから4時間しか寝れなかったんですけど、朝起きたらエスタ通過しましたよ。ああ、よかったと思って、もうこれ皆さんマジでエスタ申し込むの忘れないでくださいね。忘れたらもう終わりですからね。ということでエスタも無事通過して、あとは飛び出す
だけだと思って、で成田空港に着いてチケット出して、で、無事に飛行機に乗ってふーって飛び立って、で、4月1日の17日に飛んでったんですけど、まあ、時差の関係で向こうに着いたのが4月1日の、お昼の11時ということで遡っているわけなんですね。日付変更線を越えてっていうことなんですね。で LA に着いたのが11時だったんですけど、まず降りて荷物取って、でどうしようと思って、しまったと。僕ね、3年前にバルセロナとミラノに行ったことがあるんですよ、スペインとイタリアね。でその時も市内への行き方を調べずに行ったんですよ。また同じこと繰り返してるんですよ。やべえ、これどうやってハリウッドに行ったらいいんだろうと思って、で空港の中をうろうろしてた。そういうなんかなんて言ったパンフレットみたいなやつがあって、ここに行きたいならこのバスに乗ってねみたいな案内があって、でどこに行ったらいいのかわからないっていう、でそれ見てもわかんないってなるから、英語しか喋れない恰幅のいいおばちゃんがいたんで、 Excuse me って言って、ここに行きたいんだっていう、今撮影してるスマホでホテルのところ出して、あ、これならハリウッド通りだねって言われて、でハリウッド通りに行くんだったらあのバスだよって言ってもらって、でもなかなかそのバスがまた来ないっていうことです。40分くらい立ちぼうけでスマホいじって、電池切れへんかな、大丈夫かなとか思いながら乗っていったら、ハリウッド通りに行くバスがようやく届いて、8ドル払ってふーって行ったわけなんですよね。ここまででようやくなんかロサンゼルス来たぜベイベーみたいな状態ですよね。ここまでで今どのくらい喋ってるか分かるんですけど、でとりあえず着いたはいいんですよ。で13時くらいにハリウッドに着いて、その途中にもスクエアエニックスのビルがバーンって建ってたりとかして、うわすげえアメリカ来たっていう感じだったんですけどね。でそんな感じでハリウッド通りに着いて、ハリウッド通りに着いてまずびっくりしたのが、やっぱりその映像では知ってるけど、生で見た時の、床にある有名なスター選手とかハリウッドのエブさんたちのその星に名前があるとかっていう、あれ見た時すごい感動しました。あ、これがハリウッドかって思って。ただハリウッドってなんかもっと賑やかな街ってイメージがあったんですけど、昼間はなんかもう普通のなんか商店街じゃないですけど、まあ、イメージ近いのユニバみたいな感じだったりするんですよね。あんな感じだったりしたんですよ。でホテルにチェックインができるのが3時以降で、荷物めっちゃ重いの持ってたから、とりあえず3時になったらチェックインだけ済ませて、でそこからハリウッドの街に繰り出そう。でも2時間ある暇だなと思って、まあとは言いながらもホテルまで歩いて30分くらいの距離だったから、なんかちょっといろいろ見ながら歩こうかなと思ってたら、急に黒いスパイダーマンに「Hey boy!」って声かけられて、一緒に写真撮ろうぜって声かけられたから、テンション上がってるから、あーいいぜって言って、こうそのスマホでパシャパシャって撮ったら、チップよこせって言われたんですよね。皆さんこれ注意してくださいね。アメリカに限らずいろんなところの国で何かしらの手段でチップをよこせ、金をよこせって迫ってくる人間がいるんで、基本的にはお金を取られたくなかったら無視を決め込むことが一番です。でチップいっぱいください、チップいっぱいくださいって、そいつしかも日本語で喋ってきたんですよね、黒いスパイダーマン。多分今写真この辺りか映してると思うんですけど、金よこせって言ってきたから、1ドルだけ渡したらモアモアって言ってくるけど、ノーノーって言って1ドルだけ渡して、なんとか100円で損害済んだんですけどね。その後もまたいろんなね、コスプレは人たちが声をかけてくるんですけど、まあ、こいつらはまだいいですわ。スマホを差し出さなかったら何も取られることはないんで OK なんですよ。ところがタチ悪かったのが自称黒人ラッパーの人たちです。いらないのにショルダーバッグを背負ってたんですけど、ショルダーバッグの上に CD 乗せてきて、フリーだからやるよって言って、これ手に入れてね、中にしまった瞬間に100ドルとか請求してくるんで注意しなくちゃいけないんですけど、そいつらがね、いらないからって言って CD ポンって捨てたんです。そしたら190くらいのブワーでっかいやつが横に来て、てめえこの野郎みたいな感じで来て、でピックアップピックアップってずっと言ってくるんですよ。広い広いって言ってて、でなんかもうなんか100メートルか200メートルくらいずーっとなんか罵られながら、こんな感じです。僕こっちでこう歩きながら、こう横見ながらずっとこう、てめえこの野郎早く拾えよな、俺たちが魂込めて作った音なんで捨てやがったんだみたいな感じでずっと文句言ってくるんですよね。で100メートル200メートルずーっと無視しながら、あれつら最終的にファッキーって言われてよく去ってたんですけど、何か言われるけど被害を加えられるわけじゃないんで、数ブロック先にヤバいところがあるみたいなことは言われてるんですけど、ハリウッド通り自体は比較的安全な街なんで、そこは安心してください。しかも一人で行って物を取られたりとか犯罪に巻き込まれたりとか怪我させられたりとかっていう経験してないですから、当然ハリウッドとかロサンゼルスの街に行くのに皆さんね何人かで行くと思うんで、そういう心配はしないで大丈夫です。はい、結論言うとすごくいい旅行だったんでね、だからこうやって話そうと思ってるし、ということなんで、とりあえず
黒人の CD をこう渡してくるやつらとか、それから、まあ、この人だったら写真撮ってチップを出してもいいかなって思う人以外だったら、コスプレしてる連中に声をかけられても一切無視をしてください。ダース・ウェイダーとかいろんなアメコミのコスプレした人たちがいたんですけど、僕も一切もう写真撮らなくていいと思ってたんで無視を決め込みました。中には日本人観光客とかも結構いて、10ドルとか20ドルとか渡してる人たちいましたけど、まあ、なんかその人たちは楽しそうに渡してましたけどね、うん。でそれでもまだ1時間半くらいあるとどうしよっかなと思って、とりあえずホテルがあって、その大通りがあって、まあ、交差点みたいなのがあって、でその反対側にご飯屋さんがいっぱいあったんで、とりあえずあ日本食あると思って、なんか丼屋さんあったんですよ、海鮮丼売ってるところ、で売ってるというか食えるところ、でそこ入って、でそしたらもうなんか4月なんですけど、ロサンゼルスってめっちゃ気温高くて暑いんで、タンクトップとムキムキでタトゥー全身に入れてるようなお兄ちゃんが出てきて、Welcome って言われて、やっべーこれやっぱやめましたって言えねえ空気ってなって、とりあえず座って、あなんか多分サーモン丼なら食えると思ってサーモン丼頼んだんですね。でサーモン丼頼んだら、そこそこ可愛いお姉ちゃんが出てきて、でどうぞって言って渡してくれて食べて、米めっちゃ長いんですよね、米長くて硬いんですよね。で食べてて、あ普通に食えると思ったんですけど、ところが3分の1食ってきたくらいで、味がくどすぎて醤油濃いし、うわこれきついわと思いながら、でもその3分の1食べて、こっちがそろそろ気分悪いなって思う頃 にカウンターの向こうから、そのごっつい入れ墨バンバンのお兄ちゃんがグーッとか聞いてくるんですよお前狙ってんのかみたいな感じだったんですけどね、グーッって言われたから、グーッって答えて、うーんっていう、めっちゃ満足そうにうなずかれて、まあ、日本人なのか中国人なのかどう思われてたかわからないんですけど、おそらく日本人だったとしたら、海鮮丼がうまいって言ってもらったら日本人に認められる、これお墨付きだぜみたいな感じだったかもしれないんですけどね、まあ、それで食べてちょっと気分が悪くなって、でもう早く出ようと思って出て、で自分が泊まるホテルを見たけど、あまだでも1時間あるな、これ早すぎるなと思って、これ多分行っても無理だって言われちゃうから行って、でラニオンキャニオンパークっていうちょっと大きい公園があるんですよね。でそこに行って、で時間をベンチに座ってぼーっと過ごしてる。そしたらすごいですね、向こう気温が高いっていうのもあるんですけど、もうなんか服って何みたいな感じの人たちがいっぱいいるんですよ。要は男の人だったらほぼ海パンみたいなね、あの上半身裸で歩いているもうムッキムキのお兄さんもいれば、もうお前ちょっと裸になったらあかんやろみたいな体型 のおっちゃんとか持ったりとか、あるいは女性でもう平気でビキニみたいなね、ビキニの上みたいなね、下までビキニだったらやばいですけどね、パンツにビキニみたいなのを履いて歩いてる人とかもいて、ちょっと目の保養なんかさせてもらったりとか、あみたいな感じだったんですけど、まあこれは結局3日目の朝とかに歩いたりしたんですけど、1時間くらいぼーっと過ごして、でホテルに着いて、そしたらまあ僕が泊まったのがハリウッドセブンスターモーテルっていうところなんですけど、壁がこれまた薄いホテルでね、誰が歩いてるかとか隣で喋ってることとかガンガン聞こえてくるんでね、残念ながら男女の営みはできそうにない場所なんですけど、そこにいたね管理者のおっちゃんみたいな人はすごく優しい人で、アマゾンカード出したんですよ。でマスターカードなんで海外でも使えるもんだと思ってたんですけど、切っても切っても使えないんですよね。で仕方ないから別のカード出したらうまく切れたんですけど、その間に僕 5,6 回くらいなんかピー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 言って、でしかもピンコード打っても全然ダメだし、もうそのピンコードを打てなくてブーってなるたびに、ナンバーチェックプリーズ OK プリーズプッシュをペンカウトって言われて、ピッ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 ベーって言われて、はーってなってながら、ナスイナスイ、ノープロブン、ノープロブン、プッシュはペンカウトって言われて、ピッ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 ベーっていうのを繰り返してたんですけど、まあ、すごく優しくって、で、君の部屋まだ掃除中なんだよねって言われて、でも大丈夫だよ、日本語喋れるスタッフがいるからね、ちょっと早く入れるか聞いてみるよっていうふうに言われて、そしたら、たまたま29年前に、名古屋に住んでたトミーっていう人がいたんですよね。でその人が日本人久々に見たねみたいな感じでこう普通に日本語で喋りかけてくださって、であの日本から来てくれてありがとうねってハリウッド楽しいところだから楽しんでってねみたいないろいろこう話してくれるんですよ。で君明日どう何しようと思ってるのって、いやユニバに行こうと思ってるんですよねって言ったら、あユニバ、あじゃあもしかしたら僕の家族が明日行くかもしれないから一緒に連れてってあげるよって言われて、まあ、結果的には一人で行くことになったんですけど、あの次の日の朝にあの通常向こうって結構高くて139ドルとかするんですよ。あの139ドルで、まあ、1万5000円とかもっとするんですよね。あの1万6、7000円くらい入場券かかるんですけど、100ドルになるチケットくれたんで、あすげえありがたいと思って、で100ドルになるチケットをくれて、まあ、次の日行ったんですけどね、うん。
で、まあ、ちょっと一休みして夕方くらいになって、蝋人形館っていうのが向こうにあって、有名人を蝋人形化したものとか、まあ、シュワちゃんとかマリリン・モンローとか、あのザック・エフロンとかいろいろあって、そういうところに行って写真一枚一枚パシャ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 、まあ、全部載せたいんですけど、全部載せたら多分100体くらいあるんで、とてもじゃないですけどこの動画に収めきれるようじゃないんで、ちょっと載せれないんですけど、やっぱりだからにはいろんなその施設入って楽しもうと思って、で蝋人形館で一通り楽しんで、そしたらもうだいぶ夜になってきて、そろそろ晩ご飯とかも考えなくちゃいけないなと思ったんですけど、水とかも買っとかなくちゃいけないと思って入った。水やっぱ向こう高いですね。日本だったら2リットル100円とかじゃないですか。ところが向こうは1リットルで3ドルとかするんで、単純に6倍ですかねの金額とかするんですよ。高いなとか思いながら、まあ、その分その他のドリンクとはあんまり金額の差がないんでどうなのかな。ただ飲み物全体は日本に比べたら高いなというふうに思ったんですけどね、まあ、それはいいとして、まあ、そのところで水買って、さっきサーモン丼食べたところのモーテル付近にピザ屋さんがあったん でピザ屋に入って、で向こうのピザって基本はプレーンなんですよ。要はチーズだけが乗ってるピザが出てきて、でそこにトッピングしたらいくら、トッピングしたらいくらっていうので、まあ、サラミピザが 14.99 ドルとかだったんですかね。で買って、ところが日本でも M サイズとかだったら1600円とか1700円の同じくらいの金額じゃないですか。ところが大きさが2倍なんですよえ、これ一人で食う量なのみたいなのが出てきて、うわえぐーと思いながら、ドル99セントの中に飲み物もタダでついてきて、セット料金なんですけどね、ついてきてコーラで飲んで流し込んでたらもう一気にいけたっていうくらい、まあスッと食べやすかったですねっていうのがあって、まあ、結局初日何したかっていうと、あの一枚一枚ハリウッド通りにあるスターの写真をパシャ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 撮ったのと、あとは蝋人形館に行ってスターの写真をパシャ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 撮ったっていうくらいなんですけどね、まあ、基本的にはもう一本道、本当に一本道しかないです。一本道の中にいろんな施設とかお土産屋さんとかがあって、どこに入るかっていうのは自由っていう感じだったんで、本当にシンプルで分かりやすいですよ。分かりやすい通りなんで、何しようかなとかどのお店入ろうかなっていうのはすぐに入れると思いますんで、まあ、そんな感じで初日は楽しんだっていう感じです。はい、ということで次回の動画はですね、2日目、ユニバーサルスタジオハリウッドに行ったっていうお話をしようと思いますんで、気になる方はまた次回の話も聞いていただけたらと思います。ハリウッド楽しいですよ、はい。まあ、今日はまだその楽しさを伝えきれてないかと思うんですけども、体験記ということでぜひ聞いていただけたら幸いです。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。